ございます。12月の21日木曜日、バタバタ、もうすごくバタバタ。今日もね、地場、やってくださいっていうか、 LINE でね、 LINE で当日走ってくださいと。まあ忙しいんでしょうね。年末なんでね、しょうがないけど。いや、車多いですね、ほんま。車多い、車だらけ。はい、いや、まあね、車多いんでね、ほんまね、まあまあ慌てずって言うても慌てなあかんのですよ。今日はほんまもうバタバタなんですよ。慌てずとも言えねえ、もう上がんなこれ。車遅いとな、これ右行こう。高速混んでるからね。もう混んでるしね。もうちょっとね、廃車をうまいこと組んでもらったら助かるというで、当日やってますんでね。まあこれちょっとクレームで、ちょっともうちょっと廃車うまいこと組んでくれよと。まあこれ、まあちょっとクレームですよね。まあまあ、まあクレーム言うたところでね、一向に改善されへんわけですけど。一応ね、まあまあ言うときますよ。まあまあ私レベルぐらいになればね、クレーム言えるんですよね。普通は言えないんですけど。まあまあクレームというか、まあもうちょっと廃車なんとかならんのかっていうのをね、一応ね、言うんは言うんですよ。ただまあ何も変わりません。動画内で言うてるだけみたいな感じ、結局。まあ、とりあえずね、当日をとっとと終わらして、メインのね、関西北陸便、これがメインになりますんで、とりあえず当日便はとっとと終わらそうと、まあ、そういうふうに一応思ってね、朝もね、終わらしてきましたよ。終わらしてきたというかね、まあ、まあ時間決まってるんでね、どうしようもないんやけど、はい。まあ、とりあえず伊賀市ですね。伊賀市で積み込み、パレット、当たり前じゃんって感じだよね。当日でバラなんかできるかみたいなね。当たり前じゃん、バラの当日だともう断るんで、バラの当日は断ります。あ、どうもお疲れさんです。いやー疲れた。住之江区で積んできました。セット完了でね、今は、ここはどこになるのかな、西成区になるのかな、西成区。あ、すみません、ちゃいました。何枠でした。何枠のね、足原橋ですね。環状線の、大阪の環状線の足原橋の駅の、近くです。はい。で、
南高で積んできましてね、新なにわ筋で来てちょこちょこっと、あ、すみません、ちょっとね充電がね電池が切れたみたいで、ちょっと充電しながら撮っておるという感じなんですわ。はい、住之江区で積んできて、このね、あの今あの浪速区ですね、浪速区の、ここは新浪速筋、新浪速筋、そこからね大波通りってあるんですけどね、うん、そこ曲がって、港町から乗ります。港町から豊中の方行って、豊中から京都東ですか、それで、北陸を目指したいと思います。とりあえずね、大阪でもね今日はめちゃくちゃ寒いですね。雪がね降ってるようなんで、もう高速利用してね今日はもうパスッと行って、金沢のトラステぐらいで、安全を確保しておくのが、明日につながると思うんですね、うん、明日につながって いかないと、雪でねはまるわけにはいかない、まあ、なんか雪にね、最悪雪にはまりそうなぐらい今日は寒いです。ほんまに。うん、夜とか怖いですね。だからもうね、早う行っとった方がいいですね、今日は。うん、だからもう高速、まあ、結構ね、ベタ法でね、京都外環とか、使ってね、1号線から行って、京都外環とか行ってね、ベタ法で結構ね、行くんですけど、今日はもう、まあまあ、ね、地場もやってますんでね、今日一発、近場の地場もね、当日便もやってますんでね、高速でパスを行ってね、安全を確保して、明日につながる運行をしたいなと、まあそんなとこです。はい、まあ、この辺はね、やっぱり人が多いんでね、行かれんな、これ行かれんちゃうか、あー、あかんねん、信号あかなったな。まあね、ちょっと充電しながら、充電しながらね、撮ってるんで、ちょっとこのトラックのダッシュボード、ダッシュボードっていうかな、ダッシュボードのところに止めてね、一応撮っております。それにしてもね、12月って感じっすよね、ほんまね、12月って感じです、ほんまね、バタバタしてね、ほんまね、こういう時はね、ほんま、事故には気をつけてね、ほんま人も多いしね、浮かれとるでしょ、ほんま、ほんまね、顔見たるんですよ、浮かれとるわ、ほんま、浮かれとる、ね、浮かれたらあかんから、ね。外人とか多いな、なんか、ね、こういうとこ外人とか多いですね。外人はね、もう旅行来てね、浮かれとるからね、もう絶対浮かれとるから、うん、ねえ、まあ、中国系か、中華系か、これ、韓国系か、中華系か、あんま言わんとこ、ね、国際問題に発展しないとは思うけど、そんな影響はない。あんまり何も言わないでおこう。
たいやんけ、いきなりやんけ、なんじゃい、なんじゃいこれ。年末皆さん大忙しです。まあしゃあないか、12月やから。いきなり渋滞かい。先が思いやられる。左おった方が早いな。左おった方が絶対早いな。左に寄りたい。
水のパーキングでね、がっつり寝ましたね。はい、がっつり寝ました。あ、これあれな、ちょっとコットンだこれ。パーキングで寝ておりました。がっつり寝ました。いやね、夜中にバシャバシャバシャーみたいなね、なんか雪なのか氷なのかよくわかんない、まあそういうのでちょっと目が覚めたりとかして、まあ、がっつり寝たような、疲れが、取れていないような、そんな感じであります。夜中起きて寝不足気味。まあ今日は金曜日なんでね、これこの荷物を下ろしまして、でまた、積んだらあとは帰るだけということなんで、もうちょっと頑張りたいなって思ってるところです。雪かきやってる、大変やな、ね、この辺住んでる人は大変ですね。今雪かきしてはったな。これだいたいね、道はね、水が出て溶かしてくれるんやけど、力ありがたい、水出る。これちょっと入ったらもう10センチ20センチぐらいね、積もってるな。これ今から行くとこ行けるのかな、行けるんかな。なんかすごいぞこれ。これだからこういう道から一つね、もう筋入ったらえらいんちゃうんちゃうかな。これ行けるのかな。ちょっとビビってますね。え、会社の人とかがあれやな、道作っとるね。わあ、これ大変やぞこれ。いやー綺麗です。でも綺麗な、一面銀世界で綺麗ですね。風情があるというかね、こういうのはね、大阪に住んでると絶対味わえへんので、風情があるというかね、まあね、住んでたら大変でしょうけどね、住んでたら大変でしょうけど、まあ僕みたいにね、大阪生まれ大阪育ちなんで、まああれですよね、綺麗なっていうね、そんな感じですけどね。湯おろし先吹きねぐい雪。いやー、デフロック強いっすね。ズルズルズルって滑りながらもなんとか行けた。デフロック強いです。ただ向こうから車が。デフロック強いわ。デフロックなかったら多分あかんかったんちゃうかな、これ。ズルズルズルってね、滑りましたね。時間かかったけどなんとか完了。お疲れさんですということでね、荷下ろしが、終わりまして、ね、11時ぐらいかな、11時20分ぐらいかな。はい。なんとか終わりましたね。ちょっと雪かきから始まりましたんで、ちょっと時間がねだいぶかかりました。はい、今からね、富山県のね射水市ってところで住みます。とりあえずね、もういいからしゃあないんで、まあまあ大丈夫ですね。8号線は結構凍ってたりすんねんけど大丈夫ですね。
駅のね、メルヘン小矢部、そこで飯でも食べて、昼からまたね頑張ろうかなと思っております。ただ、ちょっと高速がね、北陸道止まってるんですよね。帰りが心配だなってね、帰りが心配だなっていう感じですね。帰りが心配なのとね、あの東海北陸も雪で通行止めになってるんでね、大阪方面がね、ちょっと大丈夫かいなみたいな感じですね。はい、メルヘン小矢部、道の駅のね、メルヘン小矢部ですね、はい、ここはね、あの水が出てるんで、とりあえず安心です。水が出ております。地面から水が出ております。助かります。こういうところはね、凍ってないんで、はい、まあ、とにかくね、足がびちゃびちゃになる、それだけで、済んでます。はい、長靴を忘れたたかしさん、いいかなと思っております。うわー、いっぱいやな、いっぱいじゃん、マジでいいじゃんか。いや、道の駅メルヘン小矢部、うん、やっとってくれてよかった。飯が食える、うん、とりあえず飯が食える。ソーロックに染み渡るうまさであります。弟子に会いますの。さあ、道の駅でね、ちょっと食事をしてきました。美味しかったですね。はい、こういう時はタイヤの上に重量物欲しいですね。まあ、この8号線は全く問題ないですね、道は。うん、とっとと積んで、お風呂入って、まあ帰りがどうなるかちょっと分かんないですけどね、また夕方とかね、ですけど、こういう状況なんでね、まあ、気をつけてね、行きたいと思います。はい、はい、積み込み完了です。はい、雪で通行止めになってるところあるようなんで、
下走って帰るのはしゃあない感じなんですけど、狭いからね。